MLB、マーリンズ、ドジャース、日本時間20日、マイアミ。ドジャースの大谷翔平投手は19日、日本時間20日、敵地、マーリンズ戦で前人未到の50本塁打 &50 盗塁、50から50を達成した。1番、指名打者、で先発出場し、7回に2打席連発となる50号ツーランを放った。観戦していたファンによると、 左中間席でキャッチした男性ファンは球場警備員に連れられて即退席。本塁打ボールと何らかの大谷グッズを交換する交渉をすると見られる。空席の目立つローンデポパークのガイアスタンドだったが、50号の着弾点付近の現場は騒然。最後は黒の T シャツを着た男性ファンが股間に抱え込むようにして確保。なんて大人げないの、と憤慨するファンもいた。 惜しくも本塁打キャッチできなかったマーリンズファンの男性は、僕は大谷の大ファンなんだ、と悔しがった。6回には2試合ぶりの49号。2001年ショーン・グリーンの球団記録に並ぶ記念球で右翼2階席でキャッチした男性ファンも、すぐに警備員と退席した。右翼スタンドには外野主要グラブを持ったファンが集結していた。